はい、今日はですね、ボスからとあるものが届きました。こちらでございます。ボスはですね、先日コラボしていただいたあの2-3さんのチャンネルでよく出てくるあのボスなんですけど、あの2-3さんがね、今石垣島に行ってるということで、あの代わりにね、カナにあのミッションが届いてしまいました。これがね、多分その指令だと思うんですけど、はい、それではもうめちゃめちゃ怖いんですけど、今から開けていきたいと思います。怖いわ。そう、前回のね、24時間極寒バトルでもボスからの指令がね、たくさんあったんですけど、結構ね、まあ厳しいやつもあったり、まあいいやつもあったりしたんですけど、今回は本当にどんな感じで、一人でやるミッションなんで、どんな感じかわかんないんですけど、開けていきたいと思います。どっちが上か下かもわからんけど、開けますね。ちょっと待って、どっちなんやろ。全然見えへんな。あ、こうかも。では皆さんと一緒に見ていきたいと思います。開けますね。せーの、じゃん。ミッション、自作ルアーで東京湾シーバスを攻略せよ、カッコ50センチ。マジ自作ルアーで。マジか。自作ルアーってルアーを作るところからってことやんな。ちょっとなんか2-3さんの時とはレベルの違う感じかなと思うんですけど、ちょっと頑張りたいと思います。これはね、多分ね、あの釣り人としてはあのやりたいという感じがやっぱ強いので、ちょっとね、このミッションを受けたいと思います。頑張ります。ちょっとルアーを作るところからなんで、あのまあ、1日じゃ終われないのかなって思うんですけど、頑張ってやりたいと思います。頑張ってミッション達成するぞ。はい、というわけで早速買ってきました。なんとほぼほぼ全部ダイソーです。こっちはね、あの元々あったセットなんですけど、ほんでこれは全部あのダイソーで買ってきました。あのこれがですね、ほとんどあのネイルのセットであの準備したんですけど、あの結構 UV って言って、あの固めるやつが必要になってくるんですよ。このままだと固まんなくて、あの元々持ってたこういうね、ネイルのキット、今回は使っていこうかなと思います。はい、なのでこれとこれはですね、あの持ってたやつです。はい。で、これはまあ買ってきたやつで、追加で買ってきたような感じです。これはね、見たまんまヒョウ柄の布です。でこれとかね、これはシリコンのなんか型取りみたいな感じですね。でこの辺の、この辺たちは全部ネイルのセットで、こちらはですね、なんかこのキーホルダーとか、なんかピアスとか作る時用のこういうね、なんか T ピン、Q ピンって読むのかな、こんな感じです。あとはこの消しゴムと、あとはね、この消しゴムをなんかいろいろ彫って型取りにしようかなと思ったので、その彫る用のこの彫刻刀とか、あとはまあボンド、あとはこの削る用のね、ネイルの削るやつと、あとはそれでも無理だったら、このね、こういう粗めからこの細めまであるこういうヤスリを買ってきました。それとあとはこのスプレーですね、落下スプレー、クリアです、クリアと、あとはまあ細かい作業にもってこいの、こういう先端がね尖ってるピンセットを買ってきました。はい、ではこんな感じであの商品が揃ったので、早速作っていきたいと思います。まずあれですね、型取りからですね。でこれはですね、なんかこの例えばルアーのあのリップ部分とかを作れるかなと思って、こういう形のやつも買ってきました。そうで、買った商品ではないんですけど、あのワーム買った時についてくるようなこういう型あるじゃないですか。これをね、今回ちょっと使いたいなと思って、あのお家にあったやつを準備しました。これ多分ね、ここに型を流し込めばすごいいい感じになるんじゃないかなと思って、あのこれも使っていきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。はい、ということで今使わないものはちょっと横に寄せておきます。ということで、早速作っていきたいんですけど、これはですね、入れるとこんな感じで光ります。こんな感じ。これでね、固めていくような感じになります。
じゃあ早速もうこのね UV のやつから使っていきたいと思うんですけど、これはですねこのサイズで300円のセットでした。これよりちっちゃいやつが、まあ、100円単位であったんですけど、まあ、やっぱ大きくいっぱい使うかなと思って大きいのを買いました。これはね予備で 2,3 個買いました。結構ねこういう作業が大好きなんでいろいろやっていこうかなと思います。着色はこういう3種類を買いました。まあ、赤き青あれば何かしらのカラーがまた作れると思うのでちょっとこれでやっていきますね。でこれを中に埋め込んで、あのここにねあのフックとかつけれるような場所を作りたいと思うんですけど、やりたいのはこういう感じでね、こういうわかるかな、頭のところにこんな感じでちょこんと出てって、それをもう中に一緒に固め込んじゃうっていうのをやりたいんですけど、はい、できるかな無事に。そう、あの重りを入れたかったんですけど、ダイソーにガンダマが売ってなくて、ちょっと家にあったガンダマがねこの今このサイズしかなくて、であと入れれそうな重りって言ったらこういうね 3.5g の重りと、あとこの 5g の重りしかなくて、ちょっとこれでやっていきたいと思います。そうやね、もうこれを頭に使ってもいいかも。このここのねこのリングを利用してこうやって固めちゃってもいいかも。じゃあまず、じゃあ先に重りを入れる前に先この色を作っていきたいと思います。あ、出てきました。うわ、めっちゃネイルの匂いがする。じゃあまず赤にしようかな。赤をちょっとだけ入れますね。ちょんちょんでも結構ほらちょんでも結構あれですね、すごい結構色がつく。こんな感じで、おいいね、すごい。でなんか赤にプラス赤のホログラムとかも入れたいと思います。おいいね、おめっちゃいいやん。頭のとこに重り入れて、これをシップとかにしようかな。これここにねあのリングをつけれるように、でそうここにあのフックつけるとこも作らなあかんから、これをね短く切って、このねゴリ当てを目安にするんだったらこんな感じか。よしよしよし、一回でもこれでちょっと固めてみたいと思います。さあどうなるのか。これ現在固まり中ですあ、現在固まり中でございます。ちょっとね多分時間置いて、その間にこっちをあれやね作ってみようか。次はゴールド、あこれいいね、これこれいいね、これがねめっちゃ落ちるんです。なんかあの磯目の中にある粉みたいな感じやねめっちゃこぼれとるけど、お、いいねいいねいいね。はい、じゃあ選手交代します。お、若干固まっとるかも。ちょっと選手交代します。これすごい固まっております。すごい。これをどう、ちょっと待ってよ。おお、取れる取れる取れる。わあすごい。これいいな、この肩にはめるの。いいねいいねいいね。おお。おお。いいねいいね。すごい。じゃあこれあれか、肩こっち作って固めるときに。あ、すごい、なんかちょっといい感じ。なんか芸術的な感じになった。おお。こういうねニッパーとかでいらないところをカットして。待って、めっちゃいいぐらいの重さやねんけど、しかも。最高やこれ、すごい。
すりで削っていきましょう。あとはこういうネイルのやつでも削ることができるので、こういう方がでもやりやすいですかね。持ちやすいから。おお、いいね、いいね、いいね。はい、というわけでこんな感じでなんかね、なんとかちょっとルアーっぽいものを作れたんですけど、はい、ということで今からあの最終のちょっとあの何コーティング、あとはこのね、この接着部分が抜けないようにこういう強力な接着剤もこの辺にちょっとつけようかなと思ってます。で、仕上げはまあこの落下スプレーでやっていこうかなと思ってるんですけど、多分本当はあのウレタン樹脂とかであのやるのがいいと思うんですけど、今回はもう極力安く済ませようということなんで、この落下スプレーのこのクリアでやっていきたいと思います。軽く気持ち程度で。はい、というわけでなんとか無事に完成しました。めっちゃ疲れた。はい、なんかね、いろいろ思い通りにいかなかったりとかがあって、やっぱ削るのもやっぱ大変やし、なんか全工程がやっぱりなんか力の入った集中力のいる作業だったかなと思います。ということで今現在朝の7時です。5、6時間ぐらいかかりました。でですね、そう、作ってみた感想なんですけど、まあ、こういうね、こういうタイプは結構、これはね、結構表裏で色変えたりとかして、こういうのは結構簡単なんですけど、やっぱちょっと透明を求めると中もやっぱガンダムとかが見えたりして、まあそこもちょっと難しいかなって思ったのと、あとはですね、これはあのジグヘッドを中にこう入れ込んでます。ここにあのライン結ぶところがあって、こんな感じで中にもまんまジグヘッドを入れて、こういうフックとかつけずにこのもうジグタンみたいな感じにしてます。で、これはですね、あのなかなかちょっとあの金っぽい仕上がりなんですけど、中にもヒョウの布をあの入れ込んじゃいました。じゃあですね、この布を入れたせいなのか、結構ね気泡が入っちゃって、でプラス重量感がやっぱ重いです。まあ、大きいのもあるんですけど、まあ、布が入ってる分やっぱりこう染み込んだのか、あのちょっと重量感がある感じになってるんですけど、まあでもどれかで釣れればいいなっていう感じで作ってみました。まあ、個人的に一番うまくいったなと思うのはやっぱこれかなと思うんですけど、これね結構ガンダマがちょっと見えるんですけど、結構ねなんかいい感じじゃないですか。はい、ということで、もうほんと自己満足みたいな感じなんですけど、まあ100均の材料で全部できたので、よかったら皆さん参考にしてみてください。ちなみにこのフックもですね、100均とかに売ってるんですけど、まあ、カナはフックはあの今まで使ってたルアーの中古を使ったので、まあ、今回はタダでできたという感じなんですけど、あのいろいろ参考にしてみて、ぜひ皆さんもオリジナルのルアーを作って、それで釣ってもらえたらいいなと思います。